赤の担当者ピンクユノ青俺紫アム緑のフィミー白グせーのセーポイントでーすお願いしまーすあーもーうわじゃあね僕はねみんなに知っててほしいなっていう気持ちも込めて難易度は低めに設定しました。はい、はい、じゃあ普通に一緒に生活してればわかるよみたいな、うん、あ結構わかる気がする本当、うんうん、じゃあアムを始めていきましょう。今のにしようセーブポイント第1問、はい、一番人生の中で見た映画はえ？でもこれぐらいかもむずい。逆に最初に最初にぶっ飛ばした。作品名の最初の一文字を教えてじゃん。最初の一文字。さすがにちょっと幅が広すぎる。ヒント。さ。さ。さ。大まかな主人公というかメインキャストは2人。さあ言ってたね。だよね。言ってた。パッケージ DVD とかのパッケージには車椅子の男がいます。あ、ま。わかったわかったわかっちゃった。これもうめっちゃヒントね。ただ俺見たことはない。これせーのちょっとやり方見ますように。うんうんうん、はいはい。じゃあ冬美からちょっと言ってもらおうかな。サロマンティックロジャーあーなんかっぽいねあ、ありそうありそう。それ過去架空のそうなんだったっけ。サロマンティックロジャーみたいな。最強の2人。はいはいはい、した最強の二人。はいはいはい。最強の二人。はいはいはい。サスペンダー。VTR。えい。最強の二人。はい。分かった。俺。あ、ということで最強の二人ですね。やったー。二人は最強しか分かんないよね。分かんない。それはあと後ろ。それあとなんだよな。じゃあ次の問題です。はい、第二問。アムが一番好きな食べ物は何でしょう。一つしかないやん。それは俺何回も断ってる。もちろん。せーの、ピザ。ああ、カルパス、ハンバーグ、ハンバーガー。ああ、でもハンバーガーも確かに好き。ピザが。それ膝だよ。本当だ。じゃあ限定限定。いい。零点五。ピザ。ピザ。ということでピザですね。横浜で泊まった時も出てきたし、あの YouTube の企画とかでもね食べてるから、ね。そうだね、確かに言われた。あの時に第一声絶対ピザって言うから。第3問いきたいと思います。アムが一番好きな芸能人をお答えください。まず知らないな。待って、男女だけ教えてほしい。男俳優です。え、もうこれノーヒントでいこう。こんなのメンバーの前で真似したこともあるし。あーはい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 。似てた？本当にいいでしょ。もうずっと言ってんな。次、ユノからいこうかな。お願いします。俺知りません。エグジットカネチさん。おーカネチね。いきます。ドン白田優。あーね。藤原竜也。おーあーあーよくカネチやってるわこの人。そうだわ。藤原竜也素晴らしい素晴らしい。ふみそれ町隆史。あ、好きだわ。え、好きでしょ。好きだ。じゃあ答えの VTR いきましょう。好きな芸能人はもうぶっちぎりで藤原竜也。じゃあ第4問に行きたいと思います。アムがアイドルとして一番大切にしていることは何でしょうか。これ大幅に当てたらいい。これちなみに言ってます。これはちょっと答えも難しいと思うから、近いなみたいなところがあったら1ポイント、ドンピシャで2ポイントにします。かわいいフェスティバル愛しましょう。かわいいフェスティバル。冬美からフリップお願いします。ビジュアルギャップ。ギャップ。ああ、はいはいはい。ギャップであってビジュアルである。ああ、そういうこと。うん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 。じゃあ、かなめお願いします。アクティング。まあ、歌ってる時の動きとか。動きとかだよね。そう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 。一緒だ。歌ってる時のレスみたいな。ああ、レスね。はいはいはい。じゃあ次は、えっちゃん。はい。自分を持っている個性。個性。はい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 。個性。はいはいはい。まあ、要は個性ってことだ。舐められない。ああ、まあ大事大事大事。一瞬それ俺も言ってた。じゃあ、答えいきます。正解。やっぱり世界観。ああ。ギャップは結構世界観。ビジュアルと、アクティングと、自分を持ってるは結構世界観かな。俺今だセーブポイント。
そこで途中結果を1位めっちゃん1位ゆの2位ゆの2位ふゆみ2位ふゆみ2位かなめ4位かなめ4位すげえ今のところオールパーフェクトすごいすごいゆきはん僕2位だよ2位かじゃあ5問目いきます。はい、アムがメイクをするときに一番気合を入れるパーツはどこでしょう。パーツというか、うん、作業工程。ちなみに冬美にはやったことある？俺のメイク動画で、うん、メイク動画でもそうだし普通にライブ前とかも。うん、ユノから行こうかな。お、オッケー、お願いします。ドン、ノーズシャドウ。ノーズシャドウ。目尻。目尻。おお。目尻。目尻。はい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 、目かっこ目尻。ちょっとオッケー。鼻リップ。次最後ユキ。鼻。答えいきます。あ、ノーズシャドウ。ユノ、めっちゃパーフェクトじゃんこれ。なんか冬美がさ一時期さ鼻に関してさ言ってたじゃん。そう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 、細すぎるとかつみたいな。その時にアムがなんかやってたような気もするなと思ったね、うん、じゃあ次の問題。ででん、小さい頃大人になったらアムは何になりたかったでしょうか。結構王道な気がする。ちょっともうノーヒントでいこう。じゃあこれは一斉にお願いしようかな。はい、せーの、はい、プロ野球選手。仮面ライダー。仮面ライダー。あ、仮面ライダー2人。ヒーローは？ヒーロー。仮面ライダー。仮面ライダーとか警察官ね。警察官ね。警察官。答え合わせをいきます。はい、仮面ライダー。おっしゃー、仮面ライダーです。おっしゃー。第7問、アムが今後アイドルと並行してやってみたいことは何でしょう。仕事？仕事だね。あー、オッケーオッケーオッケー。別媒体、アイドル以外の。一斉にどうぞ、せーの、バン。はい、おー、はいはいはい。歌い手、VTuber、作曲、アパレル。おー、お洋服を作りたい、作りたい。答えいきます。アパレル展開、服を作りたいです。よっしゃ、アパレル。やっぱ洋服が好きなんですよ。そう、この話した気がする。残り3問アムが学生時代一番好きだった教科は何でしょうか。教科。じゃあユキからお願いします。わーい、ポケットライト。いやでも俺もこれだと思うんだ。カナメ、家庭科。おー、家庭科。家庭科、あのご飯が食えるそれお前だよ。ユノ。で、歴史。歴史。いきます。美術。うわー、はい、そっち。うわー、そうだ、それがあったわ。そうだ、ちなみに第2位が家庭科です。わー、2人に 0.5 ポイントいただきます。じゃあ次知らん。第9問、アムが国内旅行に行くならどこに行きたいでしょうか。いや、もうノーヒントだよこれは。これマジのノーヒント。ノーヒントで、せーの、あ、沖縄。おうおうおう、沖縄3人、京都、大阪。あれあれ、福岡。僕は福岡遠征が超楽しみです。うわ、待って、それ言ってたわ。笑った。福岡遠征楽しみ。あの屋台が行きたいんだよね、みんなで。あれ、そうそうそう、行ってきなよ。え第10問、お風呂に入ったらどこから洗うでしょうか。はい。もう自分もシンプルイズベスト。頭、肩。シャルだ。シャルだ。まあ確かにね。最後、カナメ。俺もまあ頭、カッコ髪の毛。おお。体は髪の毛から洗います。待って、これじゃん。すごいね。すごい。カナメが2。あ、2くれます？俺1。おい。俺も1ってこと。1。正解した数をお願いします。ボン。じゃあ、ということで、カナメがアム王。すげー。やった、ユノに続いてアム王も2冠取っちゃったね。2冠取った。はい、というわけで、この動画が良ければ高評価、コメントよろしく、チャンネル登録です、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、また次回の動画で。バイバーイ。